あ、でもさ、あんま寒くないね。あれ、なんて書いてあるの。え、休館。あ、違う、これ徳川明治なんだよ。どこ、あ、ここじゃね、うん、違う、ここ行けばいいんじゃない、ここ行けばいい、あれまた ここから橋渡って、え、第一駐車場って一番遠くない、快楽園に感謝ある、今日やってるから調べてきてない、時間しか知らない。ここから見ては入園したって思える風景なんだけど。なんかもう俺ら観光してる気分じゃん。あ、本当だ、ここだ。あ、いるわ、来た。お化け屋敷じゃないんだから。ここからちょっとした解説をしていきます。ここ水戸にある偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園と並ぶ日本三名園の一つであり、天保13年1842年に水戸藩第9代藩主徳川斉昭によって造園されました。これあれでしょ、飲み水でしょ。人工じゃないんじゃない、うん、今日もガイドを行く。あれ見て、ちょっとあるやつね。湖だったんだ。あ、泉だったんだ。あれ梅じゃね、ちょっとだけ咲いてる、季節ずれてね。何の木の匂いなんだ、これ上上がるよ、この階段ってさっき。めちゃくちゃ急やん、これ帰り下んの、これさ、入り口はあっちにするのってさ、なんかもっとさ大きくしてほしいよね、こういうところとかに看板でさ。見えないギリ、学校フィルム入った、
でも俺大学で縛り合った方がいいなと思う。マジで？うん。お疲れ様でした。えぐくね、割れてるね今日。割れてる。でも俺どうだろう、行ったことあるかな、なんかねまだしっくりこない。マジ、うん、あ、何年か前の夏に来た時来たんだよ。やばい駐車場止めるとこないみたいな感じで、あっちまで。本当に冬の海いや見える見える、荒れてんね。前橋じゃないよ。いやこれでサメちょうどよくない？ね。ね。えぐ。どう？でさ足元はさ危なかった。超神秘的。マンボウのご飯を作っています。この時ゼラチンを加えてご飯を固め、シャーク系なんだ。なんか魚が、水が違うよこれ、内容範囲で。どっちかって言ったら同情じゃない。ほら、でかい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 。高い魚でしょ。あ、魚じゃねえや。こいつめっちゃ好き。高い虫。カニいるよ、ほら。え、なんかカニじゃなくね？なんちゅうレプリカみたいなカニになってるよ。こいつだけ色違うの。やばくね？カメ。ウミガメだ。青ウミガメ。ノコギリエイだ。ヨシキリ。ペンギンだよね。違う、サメじゃないもん。もうサメじゃない。これはサメの歯。ってみくじ。博物館状態なんだね。マンボウ。世界最大級のウバサメ。これはナマズ、電気ナマズね。こんなに。ここにもいるよ。ヒガニ？カニ一匹もいなくね。いるいる、あそこにいる。一匹？まあ、ブロックとかいない。え？そんないないもんの。ここはヤモリとかじゃない。あ、違う、カニだ。サワニ。え、エビが死んでるんだけど。めっちゃイオン感じる。ペンギンいるの？え、ペンギンいるやん。飛んでる？え？全然ペンギンじゃない。何これ違う、え、何これめっちゃ暴れてるよ。ごめん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 、めっちゃ泳いでる。ペンギンじゃない。ゴマザラシ。うん、カワウソ。え、いいの。あ、上固まってね。いるいるいる、動いた動いた。おおおお、走ってった。お、どこ行くどこ行くどこ行く。お泳いだ。でかくね、なんか
ちゃん。なんかもう多分閉まるからさ。千葉はあれだけど。そう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 。これが裏です。カルディで買ってる？コーヒーとか好きなの？うん、何？お菓子？お菓子？うん、お得意のビルバンやん。結局あれだよ、サングラス買ったよ。あ、いた、え、これ？いたじゃがって？違うやつ？こっちがあった、あっちがあった。あ、でもドラゴンボールもいいよ、なんか。イタ取ればいいでしょ？イタジャガって何？これ？これせが多分ね、2つあるんよこれ。これ多分こっちだな。ねね、見て見て。こっちまで持ってきて、次ここで完璧。これよ。オッケー。これで落ちるでしょ。はい、落ちました。だって俺さ、天丼屋行くぐらいエビ好きだったんだよ。中華。どこにあった？あっちの？かな。あ？ここ？エッセンクエール。少ないんだけど、残りで。え、だって見て、2個入って、2個。うん、ほらほらほら。え、えぐくね？ 6 個ぐらい押したんじゃね？3枚すごい、見てリアル、どっちも OK よ。どういうお菓子？あ、ね、あ、ねね、そう、何？でも光ってるよ。あ、でも全部光ってる。あ、そうなの。そうそう、あの紫の髪の子しょ、なんて子？常闇とは、常闇とは、その子当たればいいんだよね。俺が欲しいのは、いちか、いちかってこの子、はいはいはい、と、あと、かなで、はいはいはい、が当たれば、ね、お、いちか、当たった？当たった。おー、しかなんかすごいね。すごい、一発で当たった。じゃあまあ、気をつけて。じゃあね。はいよ。